はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。3月の26日にこちら収録をしております。今日はですね、政府が主催する再生可能エネルギーのタスクフォース、この会議体に中国が影響を及ぼしているのではないかという重大な疑義が発生した点についてコメントさせていただきたいと思います。これ昨日の予算委員会でも私はいち早く取り上げさせていただきまして、おかげさまでいくつかニュースになっているようでございます。一つ紹介させていただきます。産経新聞の記事です。中国企業ロゴ問題、岸田首相、まず事実確認。不適切な内容が判明すれば厳正に対応ということで、岸田文雄首相は25日の参院予算委員会で、再生可能エネルギー導入に向けた規制の見直しを目指す内閣府のタスクフォース、会議体で民間構成員が提出した資料に中国国営企業のロゴマークの透かしが入っていた問題に対し、仮に不適切な内容が判明した場合には厳正な対応を講ずることになると述べた日本維新の会の音喜多駿氏の質問に答えたということで、注略します。資料はタスクフォース民間構成員の財団法人自然エネルギー財団事業局長大林美香氏が作成提出した。同氏は内閣府に対しプレゼン資料はパワーポイント上で中国企業から提供を受けた資料を別の機会に引用した際、ロゴだけがテンプレート、ひな形に残ったのが原因という趣旨の説明をしているということなんですけども、いやこれね、非常に大きな問題、非常に大きな懸念が生まれたというふうに思っております。で、この再生エネルギータスクフォースというのは、意思決定をする会議体ではないですけども、我が国の日本のエネルギー政策に意見を物申す、そういう会議体で一定の影響力はあると思います。で、ここにですね、単にゲストに来た外部講師がなんか話して帰って、その資料の中にロゴがあったっていう問題じゃなくて、これタスクフォースのもう正式メンバー、構成員の方が出した資料に、この中国国営企業のロゴが残っていた。では中国国営企業がもらった資料を、そのまま出してる。ことが判明したわけですよね。で、これミスで残ったということなんですが、その説明を鵜呑みにすることはできませんし、これはどういう意図でこの資料が中国側から提供されて、その方がこの会議体、政府の会議に出してきて、その中国の影響を受けている主張をしようとしたのか、この背景を徹底的に洗い出さなければなりません。これはもう安全保障上の脅威だと私は思います。で、この中国企業のロゴといってもですね、この中国企業は、中国国営企業なので、もうこれ 100% 中国の政府が出資をしている国営企業。つまりこれはもう中国政府の意思なわけですよね。で、やっぱり中国というのは、常にいろんな諜報活動をしていて、敵国とみなした、日本は仮想敵国の少なくとも一つでしょう。そういう仮想敵国とかですね、ライバルの国に対して、いろんなスパイを送り込んで、で情報をですね、操作をして、中国に、都合がいいように、中国有利なように政策をやっぱり曲げようとする。そういうからはやっぱ国対国の生き馬の目を抜く争いですからね。それはやっぱりやってる国、覇権国家の一つです。で、こういう国はですね、やっぱり日本のエネルギー政策が弱った方がいいわけですよね。で、この再生可能エネルギーということに対して私の立場を申し上げると、いや、その再エネが大事で、この技術革新をしてどんどん広げていこうということに異論はありません。これ誰もないでしょう。ただその速度であるとか、導入の仕方というのはいろいろあって、やっぱり再生可能エネルギーだけで、今、この安全保障上の脅威を、取り除く、国のね、エネルギー安全保障の観点から、十分な供給が賄える、需要供給が十分ね、これ再生可能エネルギーでカバーできることはありえないわけですから、やっぱりエネルギーミックス、原子力発電も火力もしっかり活用していってですね、仮に、世界から何か、遮断されたとしてもですね、自活できるだけのエネルギー源というのは日本は国内に常に持っておかなきゃいけない。それで再エネがですね、100% とかですね、ある時期までにもう約 40% 達成だとかですね、やるとこのエネルギーミックスが崩れてですね、日本の国力が弱ってしまう。安全保障上安保の観点から見ても日本が弱くなってしまう。こういう危険性がかなり強いわけですよね。だからこれ慎重にやんなきゃいけないと。で、そういう国の根幹に関わる、安全保障の根幹に関わるエネルギー政策に中国が影響を及ぼしていたとしたら、中国の息のかかった構成員が正式メンバーとしてそこに所属をしていて、そしてその資料を出してる、中国からもらった資料でこう言えみたいな感じで日本の政策をこういう方向にしてくるんだっていう意図のもと、これを出してきて発言をしていたとしたら、これは有識問題なわけです。これはまだ疑惑だから分かりません。でもこれは単にロゴが間違って入ったという問題ではなくて、この自然エネルギー財団及び大林美香氏という有識者の方、民間構成員の方が、どういう背景でここに選ばれて、そしてこの方々、この財団と大林氏は中国とどういう関係があるのか、資本提供が本当にないのか、そういうことをですね、しっかりとこれはもう徹底的に精査をしていかなきゃいけないと思います。かつこれは河野太郎大臣にもいろいろと予算委員会で答弁求めて、それぜひ動画見ていただきたいんですが、河野さん及び河野太郎さんの部署だけでチェックしたらこれはもうダメですね。第三者、国家安全保障局とかですね、第三者の介入が必要です。
ではというのもやっぱ河野太郎さんは再生可能エネルギー急進的な再エネ普及論者として知られています。まあ、そうした方々がですね、しかもこの自然エネルギー財団の大林さんを選定したのは河野さんの意思決定下でやったわけですから、当事者が当事者をチェックしたってこれ甘くなるに決まってますから、別に河野さんが直ちに今中国と目がつながっててね、何か日本の何かをねじ曲げようと河野太郎さん自身が思ってるかは分かりませんけども、ただやっぱり河野さんがこれ連れてきた方に重大な権疑がかかっているわけですから、その河野太郎さんにチェックをさせるというわけにはいきませんから、これは安全国家安全保障上の脅威だということで、しっかりね、国家安全保障局なり何なり、第三者機関、まあ、河野さん、内閣府、そしてこのタスクフォースにとっての第三者がしっかりと調べる必要があるというふうに思いますので、ここは、予算委員会の中でも提言をさせていただきました。またですね、やっぱこういうことが起こった場合ですね、やっぱりじゃあ日本が調べてどこまで調べられるかというと、なかなか難しいんですよ。というのはやっぱ日本にはスパイ防止法もない、インテリジェンス機関もないわけですから、こういう、インテリジェンスのこの諜報攻撃を受けた時にカウンターインテリジェンス、これを打ち返すことができる能力がそもそも低いわけですよね。ですからやっぱりスパイ、我が国にもスパイ防止法とか、あるいはインテリジェンス機関 CIA とかのようなインテリジェンス機関っていうのはやっぱ作らなきゃいけないっていう、これも我が党が日本社会でずっと言ってきたことですけども、その必要性がまた今回あらわになったなということも思いますし、またこれもセキュリティクリアンスということの問題も直結しますからね。これ本当いろんなところに穴が開く話ですから、これはもう徹底的に精査を政府にも求めていきますし、まあ我が党としてもですね、できることはやっていかなければいけない。で、そしてこの再エネ政策そのものについてもですね、彼らのこの提言とか、活動がね、諜報活動とかまだ分かりませんけども、どこまで影響を及ぼしているかどうか分かりませんけども、やはりこの再エネの急進的な普及というのに間違いがなかったのかどうか、これは再検証しなきゃいけないですし、特に再エネ賦課金、また今年からですね、賦課金の金額が上がりますけども、やっぱりこの再エネ賦課金の見直しとかですね、こういうことはしっかりやっていかなきゃいけない、そういうタイミングに来ていると思いますので、これは我が党からの日本維新の会からもしっかりと政府に提言をしてまいりたいと考えております。ということで、たくさんのメディアの方にご注目いただき、また動画もたくさん拡散していただいてありがとうございます。ぜひ私の昨日の2月25日の参議院予算委員会、私のこの YouTube チャンネルでも、元の動画、貼り付けてありますし、それを、ぜひご覧いただきましてですね、そして、頑張れと思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。